スカイエービリヤードウェーブ2000年オールジャパンチャンピオンシップ、今回は2000年11月26日朝一番に行われました男子の決勝トーナメント1回戦、エフレン・レイズ対田中正明戦をご覧いただきます。実況は私石崎一樹、リポーター岡田典子、解説はビリヤードプロデューサーの磯本実さんです。磯本さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。決勝トーナメントに入ってきました、はい、もうここからはシングルイルミネーションということ で、 そうです、ね、1回でも負けたら、はい、その場で敗退が決定ということで、はい、より緊迫感のある試合となってきそうですね。そうですね、まあ、いよいよここから勝負ですよね。で、今回のカードなんですが、ワールドスーパースターことエフレン・レイズ、はい、対する田中正明選手は、そうですね、田中プロはまだ新人なんですけども、いきなり、2000年オール関西オープンという年の一番最初に始める試合ですね、はい、それで優勝を飾りまして、今関西の若手で一番期待されているプロじゃないですかね、はい、まず田中選手のブレイクでスタートするこのゲーム。さあ、きっちりボールが飛び込んで、手玉もいいところに止まっているんですが、まずは一番ポケットをするのが難しい配置になりました。そうですね、ここ見えてランアウトスタートしたかったんですけどね、強豪相手ですと先行するのが最低条件と言えそうですから。そうですね、とにかく、まあ、レイズ選手の場合はどういう展開になっても対応できる、はい、まあ、その辺が世界でやはり人気のある選手であったり、強い選手、経験も豊富ですからね。あ、通ってましたね。いや、狭いところうまく入れてきました。なかなかしたたかな。そうですね、今のポジションもきっちり出てますし、はい、落ち着いてますよね。最近関西から出てくる若手はもう即戦力といった感じのプロ入りが多いですね。そうですね、それと、もともと関西のプロっていうのはやはりアマチュアも含め関西のレベルが高いっていう流れがあったんですよね、その辺でやはりこう周りもすごく今バックアップしてますしね、まずは自分のペースを確かめるように丁寧にプレーを続けています。ただ今回はタイムルールがあるんですね。そうですね、45秒ルールで行われてますね。ボールが停止して、次のショットを打つまでに45秒以内に打たなければいけない、はい、ただエクステンション延長はできますからね。難しいセーフティーの場合なんかはそういう延長を使って、そうですね、その延長をいつ使うかという戦いも見ものになってきそうです、はい、その他のルールは。そうですね、11ゲーム先取りで行われておりますので、はい、11回先に9番を落とした方が試合は勝ちになりますね。ブレイクは、勝者ブレイクですね。勝った方が続けてブレイクできますんで、特に外国人選手の場合は、続けてこうポイントを取っていくことが多いですからね、はい、今回は特にブレイクボックスなどの注文はついていませんね、はい、通常のオープンブレイクですね。世界選手権もそうですし、はい、基本的にブレイクボックスっていうのはアメリカのプロツアーで始まったことなんで、世界大会等は全てオープンブレイクで行われてますからね。ブレイクのエリアをそれほど制限されていませんから、力いっぱいブレイクして大きく割ってたくさん入れて楽に取り切るという展開が期待できますので、練習練習重ねることが可能ですね。そうですね、トッププレーヤーっていうのはそれを嫌がりますよね。あ、しかしうまくつないできてついに9ボール、はい、まずランアウトスタートというのはレイズに対して素晴らしいんじゃないでしょうか。そうですね、少し距離があります。これを決められるのか、かなりプレッシャーがあるようですが、入れてきました。まず第1ゲーム、田中プロがブレイクランアウトで取り切って1ゲーム先取しました。1対0です。まず第1ゲーム、田中プロがブレイクランアウトで取り切って1ゲーム先取しました。1対0です。さあ、ここでゲストとしまして JPBA 副理事長の浪江隆さんに入っていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いよいよ決勝トーナメントに入ってきました。いよいよ来ましたね。まあ非常にここまで3日間
会場もお客さんたくさん入って盛り上がっていますし、ゲームの方も熱戦が続いているようですけども、ここまでの大会を振り返っていかがですか。そうですね、やはり外国勢がやっぱり強いですね、私はまあ残念ながら、日本のトップが何人か予選落ちましたけども、はい、今レイズと対戦している田中将明、草野、はい、若手が、活躍しておるという今状況ですね。まあ、この田中将明君というのは、はい、プロになって1年目なんですけども、はい、まあ、私京都と同じ出身で、大変強いですよ、レイズも油断していると青を壊す場面が出てくるかもしれないですよ。はい、そのためには序盤どこまで飛ばしてリードを作ってなかなかレイズに回さないというのが勝つ秘訣になりそうですね。まあ、プレースタイルも非常に今のところ丁寧に来てるんですけれども、普段の田中プロはどうなんですか。決してスピーディーなあのプレーはしないんですけどもね、はい、まあ、彼も高橋君、川端君と同様アマ時代ではかなりタイトルをね、はい、取って戦歴もすごいものを持ってプロに、なりましたから、試合で上がったり、はい、試合で、プレッシャーに負けたりすることは少ない選手だと思いますから、レイズもしっかりと舐めて いかないで、はい、やらな危ないですよ。もうプロ入りするや否や田中プロ結果出してますからね。出してます、まあ、先端は双葉より芳しと言いますけれども、最初からやっぱり素晴らしい成績出してくるんですね。しかしここではチャンスを回してしまいましたね。さあレイズがついにテーブルにつきました。多少ややこしい配置かと思いますけれども、まあ、逆にレイズの腕の見せ所といった感じの配置と言えるんじゃないでしょうか。青いボールの2番をおっとスピードを殺して入れてきました。球のスピードとボールのスピードが随分違うような独特のショットですね。コントロールしてますよね。技術に関してはまさに世界一と言って間違いないと。もうそれは間違いないですね、はい、難しい配置なんですがテンポよくもういつもの調子で取り出してます。次はちょっとトラブルを抱えた4番なんですが、素晴らしいところにポジション手玉出してきましたから、ね、少し引いて、はい、引きすぎずちょうどいいところに出しています。まあ、レイズといえば昨年のオールジャパンの優勝者と。そうです、昨年は決勝は同じ、フィリピンの、ね、はい、リニングと、接戦をものにして優勝しましたね。すごい内容のいい試合でしたけど、はい、まあ、リニング選手も素晴らしいプレーを見せてくれたんですが、終わってみれば、まあ、レイズの術中にはまってしまったという感じでしたよね去年は。ですから2連覇をかけてレイズとしても今年は気合い入ってるんじゃないでしょうかね。もう予選の時の顔とは少しやっぱり変わってきてますね、はい、引き締めてきてやはり優勝したいという気持ちが強いんでしょうか。まあ、優勝して当然だと、はい、まあ、過去にもレイズは名勝負をこのオールジャパンで繰り広げてるんですよね。彼はストリックランド小杉、ね、はい、古い話だと優勝戦は何回もついてます。今度はレイズが取りました。1対1の同点に並んでいます。ひとたびテーブルにつくや否やレイズショーになってしまう。さすがですね、さすがですね。レイズは右側からブレイクします。今日最初のブレイクになります。素晴らしいブレイクですね。フルパワーではないんですが手玉をコントロールしてますよね。今蹴られましたけれども1回テーブル中央にピタッと止まって、はいはい、無駄な力を入れることなく厚み正確に入れてると。そうです、今回のレイズは手強そうですね。ブレークがいいのでカラーボールも綺麗に散りまして、ちょっと付け入る隙はもう田中プロにはなさそうな。あとはもう、まあ、このその配置がいいですよね、はい、3、4、5、6、まあ、これも問題なさそうですね、はい、今日はもう朝早くから会場を開ける前からもう400人から皆さん並ばれて、もうこの第一線を見たさに席の取り合いやったんですよね、もう全員の目が集中してますよね今このテーブルに。
まだ決勝トーナメント1回戦ですから、たくさんのテーブルで同時にいろんな人がプレーしてるんですが、注目度はこの試合高いでしょうかね。まあ、関西のファンからしましても田中プロは見たいプロの一人と言っていいですか。かなり応援団が来てますからね、はい、地元は京都になるわけですよね。尼崎とは少し距離がありますけれど、ちょっと早起きして、そうですね、1時間半ぐらいかかりますからね、しかしレイズ戦となりますとね、まあ、どんなファンでも見たいと言えるんじゃないでしょうか。テンポよくレイズはしかしプレーを続けます。完璧に取りましたね。こういう球を見ますと対戦相手は意気消沈してしまいますね。すごいスピードでブレイクランアウト、2ゲーム連取したエフレンレイズ2対1としています。逆転です。誰が来ても今のレイズはちょっと崩しにくいような完璧なプレーでした。2対1、レイズが1ゲームリードして第4ゲームを迎えました。先ほどは完璧なブレイクでした。再び右側からブレイクが入ればレイズペースが続きそうです。しっかりコーナーにボールが入ります。今度は手玉が少し暴れましたが、2番がいいところに出てきました。先ほどよりはちょっともつれた配置なんですが、そうですね、4番のネクストがこれはポイントですよね。タンクッションに一番近い2つのボールを往復させなくてはいけないということになりますよね。はい、うまく出しましたけども、さあこの配置なんですけれども、4番は画面左下のコーナーポケットに落とすんですが、これはですね、はい、9に当たって、押し球ですよね、はい、押していかに左のひねりを5ボールに近づけるかと。ということはもう当たってもしょうがない、当たって押すんです、当たって押すんです、当たった後全身回転がぐーっと加わって、はい、ひねりも加わって出すということなんですが、9が乗ってしまいましたね。本来5番が進むべきコースに9ボールが入ってしまいました。ただ逆に活かせるんじゃないですか。これはまあたまたま乗ったという感じですよね。一個ずつでもいけるんですけども、乗せてしまいました。5番9番のコンビネーションで決めてエフレンレイズ3ゲーム連取しました。3対1となっています。今のはレイズはラッキーと言って、いや今のはもう9がいかなくても、はい、ネクストのちゃんとポジションはできてますから、一個ずつでもいける配置ちゃんとしてますね。なるほど、はい、ちゃんともう計算通りできてるわけですね。計算以上の結果が今出てしまったと。とにかく田中プロはテーブルにつけませんから、どうしようもありませんね。球を持たせないですよね、はい、まあ、この待つのもビリヤードの競技の厳しいところで、戦いの一つでもありますよね。もうかなり力を抑えて割ってますね、ますね、はい、これはもう入る自信があるということでしょうか。コントロールとやっぱり飛び出しを嫌がってる、 あるいはまた帰ってくるボールから蹴られてね、球がスクラッチが多いんですよね、はい、そういうケースがね、まあ、いろんなことを警戒しながら割ってますよね。余裕を感じさせるプレーです。まずは青い2番おっと、ここはポケットを狙ったんでしょうが外してしまいました。さあ田中プロの番が回ってきました。ここですね、やっと回ってきてこの難しい配置、非常に嫌なもんでしょうがつけるだけでもありがたい。さあどうしましょう、これは入れに行くでしょうね。これはスローで、はい、もう逃げれば相手でチャンスなんですけども、入れば3のネクストできますから、はい、これは入れに行きます。彼はこういうショットうまいですよ、はい、流れを変える重要なショット決めなくてはなりません。難しい2番、慎重にストロークして、あーしかし熱かったのか、熱かったですね、肩が冷えた状態であの難しいボール、ね、ちょっと酷だったかなという気もしますね。今外へ切られてあの球回されて少しスパッとはね、なかなかね、はい、特にレイズの凄さを見せつけられた後だけに取らなきゃというプレッシャーが余計田中プロを固くしたのかもしれません。
こうなってしまえばもうレイズショーの始まりかなと思わせてしまいますね。球を伸ばすかもしれませんよね。はい細かいところにたくさんボールがあるんですが、そのわずかな間をすり抜けて手玉コントロールしてきます。まあ、素人目には地味なんですが、クロートから見ますとすごいコントロールなわけですね。ないですよね。細かいテクニックはやっぱり世界一ですよね。見とれるばかりの細かいコントロール。まあ、今回レーストゥーン11という比較的長めの試合なんですが、レイズがつきますとあっという間に終わりそうですね。そうですね。もうほとんどノータイムでついてますよね。もう考えるというよりはフィーリング合わせる時間だけで十分と。もう続く2つ、3つ後のフリフリまで考えてね、ついてますから。処理速度が本当に速いんでしょうね。はい、また日本のプロは目標にしたくてもなかなかできないタイプのプレイヤーだと思うんですよ。独特ですよね。おっとここはちょっとイメージと違うんじゃないでしょうか。抑えましたよね、同点を。つまり引き球をする際には手玉の下をつくんですが、一番下じゃなくて今の追加球も引きすぎてはいけないという追加球ですね。はい、引きすぎて失敗するのを恐れたあまりに引けなかった。そうです。この難しい配置どうするんでしょうか。一応薄いボールで横に転がして入れることはできますか。これはもうセーフティーというよりもバンクでしょうか。バンク行くんでしょうかね。あ、バンク行きましたね。バンクで攻めていってずれた。ああずれました。さあこの後どこまで9番が戻っていくか。ミスした後必ずレイズはテーブルに構えてストロークを行うんですが、しかしミスしてもこの力加減は一応保険をかけておいたのかなという。まあ、ある程度の力加減はしてますね。手玉をなるべくタンクッション沿いに、先玉はサイドの前に止まらないという力加減ですよね。はい、ここはもう田中プロバンクで入れるしかないですね。はい、しかしちょうどいいところにはありません。さあ攻めていったが惜しい。お、決まった。ギリギリでしたね。入りましたね。いや、一瞬危ないかなと思ったんですが、なんとか根性でねじ込んだと。本人もよく入ったなという顔をしてます。ちょっとびっくりしてるぐらいの、いや危ないところだったんですが、ここで命拾い3対2となりました。まだ点は見放してませんね。この1点は大きいですね。あれ、レイズに取られて 4-1 になればもうそのままペースにはまってしまうような、ね、展開ですから。第6ゲームのブレイク、急スピードがあるわけではないんですが、ドーンと重たいブレイクだと思うんですが、さあこの配置。そうですね、これもワンボールをこなせば2、3とみんないいポジションにありますからね。はい、まずは黄色い1番、これがなんともいやらしいところに止まっています。丁寧にストロークして、うーん、入れてきました。あ、これはラッキーですね。今他のボールに当たってしまいましたが、ひょっとしたら隠れたりとかする可能性もあったわけですね。これはラッキーです。このラッキーをつなげてほしい。体勢は苦しいですが、2番は穴前。フットスポット近くにあります4番がネクストボールになります。苦しい体勢でのプレーが続きます。狭いところ通してきました。手玉の勢いもうまく殺しています。意外に粘り強いプレイヤーですね。そうですね、まあ、いつもの玉をつけてるという感じですよね。はい、まあ、比べますとレイズの華やかさが目立ちますが、田中プロも決して負けてはいませんね。6番を入れて7番にいいところに手玉を出せばほぼこのゲームは決まるでしょう。うまく問題ないですね。はい、押して出してきました。田中プロ自身のプレーは全く問題ありませんから、
ブレイクさえ良ければこれ続けていけそうな感じですね。まあ、やはり彼の一番強いところですよね、はい、やっぱり、いつも平常の通りの試合で球がつけるという、はい、まあ、プレイヤーによっては普段はたくさんよく入れるんですけども、試合になれば実力が出し切れないと、はい、こういう選手が大変多いんですけども試合勝てないんですよね、はい、そういう選手は。いや、素晴らしいブレイクランアウトでなんと3対3の同点に追いついた田中プロです。同点に追いついてリスタートといったところで、こうなりますとどこまで練習できるか、日本のファンとしては田中プロの活躍に期待がかかるんですが、重いブレイクで今回もコーナーに2番が飛び込んで、しかし今回は取り出しまず難しそうです。スローで攻めるでしょうね、はい、やはりレイズと守りあってはなかなか分がないと考えざるを得ませんよね。セーフティー合戦ではもう絶対勝てないですからね、はい、入れて攻撃させないのが一番でしょうが、あー惜しい。手玉はどうでしょう、伸びていけば隠れるがちょうど見えるところに止まったようです。いや、今のは攻めた以上入れなくてはレイズにチャンスを回します。痛いミスですね。そうですね、今の入れて取り切って勢いをつけたかったところでしょうけども、はい、レイズがうまく薄いボールで一番を入れました。まあ、簡単な球じゃないですねこれね、3から4、4から5、さすがのレイズでもミスする可能性が多少はあると言える配置でしょうか。次の5番もまたいやらしいところにありますから、レイズとしても気が抜けません。おお、今ギリギリですね。さすがに大きく肩で一つ息をついて、まあ、そのプロなら嫌な角度の球なんですけどね、これ、まあ、これも5番から6番、はい、嫌ですよね。少し考えましたね。何か工夫してくるんでしょうか。サイドの手前に、はい、持ってくるんでしょう。お、押しましたね。このコースだと当たってしまうが、あ、ギリギリかわしました。ね、素晴らしい、より安全な方を選びましたか。そうですね、普通の選手だとちょっと怖くて通せないようなところ嫌なんですよね、逆で押すというあのところがね、はい、さすがですね、自信を持って押してきました。簡単にこなしましたね。今のも結構難しい球だと思うんですが、難しい配置でしたよ、こうなりますと手がつけられないということになりそうです。残るは8番9番、今度は問題なく9番にポジションを出しました。決めました。レイズが再び1ゲームリード。やはりあの1番のミスは、まあ、攻めるのは酷なんですけれども、そうですね、してはならなかった。大変嫌な配置なんですけどね、難なくこなしましたよね。こういうプレーを見ますと、もうワンミスも許されないかなと田中プロとしては思ってしまいますよね。今日は当たっています。レイズのブレイク右側から安定したブレイクを繰り広げています。このブレイクが続く限り田中プロには厳しいかなという気がしますが、しかしこれは少し難しい球ですね。ブルーの2番が最初のボールになるんですが、これはまず入れるのも難しいし、入れるのも難しいし、手玉の動きが2から3のネクストですよね、はい、3は赤いボールで9番の近くにあるボールなんですが、ここにうまく出すのは結構コントロールが難しそうです。球に当ててネクストするというのは非常に難しいんですよね、前ですね、4番に当てて、はい、おお、ね、素晴らしい配置に持ってきました。いや、これはちょっと世界でもできるのは彼だけじゃないでしょうか。彼はもうポケット以外ね、はい、キャロもスリークッション、何でもこなしますから、もう知識と引き出しが豊富なだけにああいうショットが決まるわけですね。もうこれで肩にはめてしまいましたかね。いや、少し遠い球になりました。
次は4番なんですが、ちょっと距離があります。これを決めればもうほぼこのゲームは終わりと言えそうなんですが、あーうまく手玉をワンクッション入れて出してきました。しかしここで間合いを取ります。普通難しいボール処理しますとそそくさとついてしまうもんですが、あえて一呼吸置きました、ね、表情にも余裕が出てきて笑顔が出てますね。またもう一つボール当てたんですが、そうなんですね、当てて、当て球をすると、あこれなんか当てるのはしょうがない、嫌だと思う人が多いんでしょうけれども、レイズの場合は当てて当て球をすること大変失敗する率が高いんですけどね、まあ一からあれ今からのあれもうまくいきましたね。あこれは今のも熱かったですね。今のはミスですか。これは難しくなりました。まあ近いですからね、まあいろいろ仕様はあると思うんですが、はい、ここはサイドへはちょっと角度が悪いんですかね、はい、やっぱりちょっと薄い目でも長い遠いコーナーでしょうかね。コーナー行ってますね。まっすぐ向かって行って決まりました。素晴らしい。ミスが出ましたが立て直しました。2ゲーム連取して5対3 2ゲームリードと変わっています。いや素晴らしいですね。あのブレイクの後の配置を見た時点では田中プロもまあ1回はつかすだろうという配置でしたからね、それをつかさないというのはさすがですよね。自信を持ってコーナーにボールを落とします。5番がコーナーポケットに入っています。ラックまあ彼ぐらいになるとやっぱり今年のテーブル球という状態を見て、どの角度からいけば即死で入るとか、ワンボールがサイドで入るとか歪んでるとかね、もうすぐ見抜いておりますよね。近くに行ってほとんどコーナーに即死で入ってますからね、今年は多いですから、ダイレクトでドーンと入る状態ですね。そうです。さあここで2番、9番、2番のコース9番塞いでるんじゃないでしょうか。単独でもいけますし、いけますか、手玉でナインもいけますが、あ、通ってますね、まあ、単独でいくでしょうね。やはり確実に入れてきました、はい、つい9番にトライしたくなる配置だったと思うんですが、ですね、やはり確実に仕上げていこうというレイズのプレー。もうこの時点でノーチャンスと思わせてしまうレイズ。あとはレイズのテクニックを堪能するだけとなりそうです。ここはあえて回してきました。6番も同じコーナーへ。いやクッションに入ってからキューッとブレーキが効いてぴったりのところに出してきます。おこうワンクッション入れて、あ8番に当たってしまって、これは失敗、思わず頭をかいています。ちょっと凝りすぎましたか。先ほどの、まあ、その8から9と今の7から8とよく似てるんですよね、少しカーブがかかったような厚みに入るんですよね、はい、これはさすがに攻められないんじゃないでしょうか、これはセーフティーでしょうね。しかしボールがもう2つしかありませんが、セーフティーですよね、これ9の裏うまくいくんですかね。さあ力加減どうか、あ素晴らしい思わず天を間へレイズ、レイズ7ですよね、この力加減とコース取り、あの距離を走らせてボール1個分の幅にピタッと手玉止める、ちょっと考えられないテクニックですね。田中プロこれは当てられるんでしょうか。当てるのは簡単ですけども、当てて渋い球を残すというのはこれはもう本当に難しいですよね。イメージとしてはまあ3クッションでしょう、はい、超クッション、単クッション下から当てていくんです。おっとイメージとは近かったんだが当たりませんでした。レイズの思うツボです。あショックが大きいようで頭を下げたまま椅子につきました。まあミスしても処理がうまいんですよね、
かなり手玉と8番近くて難しかったはずなんですが、完璧なセーフティーを仕上げて自分のチャンスに再び戻しています。もう一番安全なコース取りですよね。たくさん回しているんですが、これが正しいわけですね、はい、ぴったり。そして9ボール3ゲーム連取しました。6対3のダブルスコアになっています。レイズの良さを見るためのゲームとなりつつあるようなんですが、ブレイクが入り続ける限り田中プロにチャンスはないのか。ゲーム点完璧ですね。全く同じパターンでコーナー即死という、右のボールがね、はい、右肩のボールが右のコーナーポケットに入っていくという、さっきから3回か4回連続で即死してますね。まあ、これはまああのレフリーさんたちの初めからの取り決めで、はい、いくら同じところへ入っても同じポジションへ立てようという約束事なんですよ。そうなんですか、はい。まあ、変に小細工したりして よく入るから、はい、次からラックの位置を変えるとか、立て方を変えるというのはよくないんです。あ、入っても入らなくても、もう両方とのプレイヤーに同じ位置でポジションに立てると、はい、いう決まりで今回はやってますから。そうですか、はい、ですから、まあ、プレイヤーからちょっと立て方を変えるとか、入りすぎだとかいうクレームがこの 2回ほど入ったんですけども、はい、それは受け付けられないんですよ。平等であるからそうです、これで戦えと、同じ条件ですからね。今回レフリーはどういった方が、今回はね、はい、京阪神のアマチュア連盟の、はい、トッププレイヤーに、あー、もう1年前から、はい、お願いしておるんです。あ、そうですか、はい、ですから連日25人ぐらいのレフリーに協力してもらっております。あ、そういった方の支えがあって素晴らしい大会になっているわけですよね。まあ、裏にもボランティアの方とかたくさんいらっしゃるんじゃないですか。そうです、まあ、今回は本当にたくさんあのお客さんが、ね、入っていっていただいて、はい、決勝日がいっぱいになるのは分かるんですが、初日から大変な盛況と聞いてるんですが、さあここでちょっとトラブルを抱えたレイズ。そもそもここまでレイズはもう完璧なプレーを続けてますよね。そうですね、最初のゲームはブレイクでサイドに1番にサイドに調整してたんですよね、はい、で調整してる間にコーナーのボールが全部入ってるんで、もうやめましたよね。あ、もうハードブレイクに変えてますよね。前に聞いたことあるんですけど、はい、今アメリカでやってるそのブレイクボックスの時は1番狙えないっていうんですよね。でオープンブレイクだったら1番は狙えるって言ってましたね。でそのポイントは3回やれば大体分かるっていうんですよね。早いですよね。さあ今度もすごいスピードでブレイクランアウト、7対3、完全にレイズペースに入っています。ゲーム11、レイズはこのまま突っ走って勝利を確定するんでしょうか。おっと、今回はコーナーボール決まりませんでしたが、しかし別のボールが入りました ね。 ただ手玉あわやスクラッチというところまで転がって、初めてブレークに誤差が生じたんじゃないでしょうか。そうですね、初めて、シュートアウトを用いるんか、あるいはカラクションで、はい、あ、シュートアウト行きましたよね。初めてブレークの後一番が見えない場合、あるいは取り出しのボールが見えない場合はシュートアウトを宣言すればどこに手玉を持っていってもいいというルールですね。まあ少し薄く見えてるんですかね。田中プロはこれ拒否してもいいんですよね。そうです。しかしここでやはりつきたいでしょう。ここまで待たされたら、しかし迂闊についてしまっておかしくなるのも、ね、そんな場合と得な場合とね、はい、判断が。しかしやはりプレーするようですね。タンクッションで使ってるんですよね、これね。タンクッションからいくんですね。そうです。お、手玉を止めて、これはセーフティー作りやすい形になっていた。さあこの後、ナインボールに隠れたようです。右端は少し見えてはいますね。しかし、まあまあ、少しうまいカラクッションですよね。手玉を止めて一番確率が高いのはこれですね。カラクッションから手玉を一番に当てて、手玉をピタッと止めてセーフティーを完成しました。
まあ、パスされてもレイズはああいうことを思ってたと思いますよね、同じことを返したんでしょうね、まあ、このパターンはイメージしたいでしょうから、ここをどうするんでしょうか。薄く当てられてスクラッチを投げられればいいんですけど、はい、あ、そういきましたよね。ちょっと厚かったですかね。どんどん狭いところにカラーボールが直列していきます。これはちょっと面白い配置になってきました。これはもう田中君がしっかりと、はい、難しい残す球を残すセーフティーをついておけばね、はい、隠すところはたくさんありますからね。かなり広い面積で隠すことができます。この3つのボールの裏に入ればいいんですが、おっと今ちょっと6番蹴って危なかった。もう少し球にねしつけたいですよね、田中君としては、はい、もう6番ボールにタッチしていればさすがのレイズもそうです、球が出せませんからね。まあこれレイズとしてもまたボールの手前にね当てるような、はい、薄く当てるですね。そういうことです。ああ、もうあまりの薄さに2回当たるぐらいすごいですね。カラクションとは思えない。まあしかし久々に来たチャンスですけども、そうですね、難しいですね。簡単な球渡しませんよね、はい、手玉がチョークッションにくっついてこれはつきづらいんです。しかし難しくても入れなくてはチャンスは来ません。正念場の1番転がして入れてきました。ナイスショット。拍手は起きませんが、今のはなかなかの大ショットじゃないでしょうか。難しいですよね、はい、取り出しとしては嫌な球なんですけども、簡単な配置じゃないですね。まだまだ試練が続きます。このボールも5番越しのショットになりますから、ブリッジが組みにくいんですね。ストリックランドが勝ちましたよね。草野プロを下して、はい、決勝トーナメント2回戦に進出を決めています。田中プロも草野プロの敵を取ろうと頑張って、まあ、うまくいきましたよ ね、 ね、今のもワンツーと3番5番まではいいんですが、6番以降ちょっと難しそうですね。そうですね、6番を入れて7番を単独でいくんかコンビでいくんかというとこでしょう、はい、これは5番かなり薄くなりました。これはもう彼なりに、はい、こういう振りをつけたんだと思いますよ、はい、もう薄くてもいいんだと、はい、薄い球は手玉がたくさん転がります。ツークッション入れてナインボールに当たるが、あ、かわしてきました。うまいですね、うまく間からね狭いところから見せてきましたけど、さあ問題の6、7、8です。レイズ選手はこういう時にわざと相手に使したりするんですよね。でこれを取っていくとレイズ選手にちょっとこうプレッシャーをかけることができると思うんですよね、まずこの3つのボールでミスするだろうってレイズ選手は思ってますからね。どうでしょう今の6番から7番少し弱かったです、まあ、もっとテーブル中央寄りにけどもまあスッと構えてますから大丈夫のようですね、サイドのスクラッチはないんでしょう。ただ手玉がいわゆる土手突きですので上しかつけません、はい、ああかわしてきました、はい、スクラッチを見事にかわしてつないできました。レイズから与えられた宿題を見事に解いています。配置的には簡単だったんですがなかなかスッとはつけませんね。もうこのリズムになってしまってるんでしょうね。ナインボールはサイドに取るようです、うん、サイドにきっちり入れて7対4となりました。プレッシャーの中よく取り切りましたよねこのマスはね。かなりメンタル強いんじゃないでしょうか。いいとこありますよ彼は。まさに今後の日本を背負って立つプレイヤーになるんじゃないでしょうか。今30代ぐらいが日本のビリヤードの主力だと思うんですが、20代がぜひ脅かしてほしいですから ね、 そうですね。ぜひこういう大きい大会で一つタイトルを取ってもらって爆発してもらいたいと思います。第12ゲームを迎えました。
ちらもコーナーにきっちりボールを入れて、ええキスしましたよね。今助かりましたね、はい、カラーボール同士がぶつかって1番がいいところに出てくれました。田中プロも先ほどの第11ゲームですっかり息を吹き返したんじゃないですか。そうですね、ここは気持ちよくランアウトしたい、そんなゲームです。この配置も悪くはないです。はい、ランアウトできる可能性は十分ありますね。ありますよね。レストを使ってのプレーになります。レストを使いますと押し屋引きが難しいんですが、まあ背の高いプレイヤーはね、はい、レストはあまりうまくないんですよ。あ、そうなんですか。はい、まあ田中君ぐらいの体格の選手なら大概レストはみんなうまいですよね、はい、もう普段からレストの練習もしてるわけですね。そうなんです、届かないんですよね、真ん中から奥は。無理して変な体勢でつくよりはやはり確実にレストを練習しておいていつでも使えるように。まあこれはね、ただエイトが右のコーナーに通ってないから、はい、下に7から8に、限られたポジションへ持っていく振りをつけるかということですよね、はい、5から7のポジションの時に勝負は。ですから逆に5から7なんですね。そうですよね、5から7で、7から8のうまく持っていける角度をつけるかということです、はい、これはもうそれにつきますよね、このゲームは。まあ実情これがこのゲームのゲームボールと。そうです、かなり薄くしています。薄いと手玉がよく走ります。タンクッションにそれぞれ1回ずつ入ってまっすぐになってもかなり厚いボールになりました、ほぼまっすぐとは言えないんですがかなり厚いボールですね。そうですね、これはちょっとイメージと違ったんでしょうかと思います、はい、もうちょっと薄くてもよかった。さあこれはもう乗り上げてどうするんでしょう、押してくるんでしょうか。押しますね、うまいですね。ワンクッション入れてうまくいきましたよね。これはうまくリカバーしましたね、はいはい、一番安全なところへ出してきました。かなりこじれた配置であったんですがうまく解決して9ボール2ゲーム連取しました。7対5、2ゲーム差に詰め寄っています。田中プロやります ね、 ねえ、もうやっぱり普段の球をつけてきましたからね、はい、レーズ相手とは思えないような、まるで普段の練習試合のようなそんな雰囲気に変わってきました。もう田中プロクラスになりますとオールジャパン狙ってもいいとお考えですか。まあそうですね、まあ彼のやっぱり強いところは下回、自分より下位のプレイヤーに対してでも上位に対しても常に自分の球がつけるということですよね。ああ、なるほど。まあ、それが常にまあいい成績を残せるというあれだと思います、またコーナーに入った。1番もサイドに入って8番でしょうか、3つ入りました。まず取り出しが2番、これは5番9番が面白い角度で並んでいるんですが、そうですね、いいポジションもできたコンビでいけそうですね、いける球ですね。おっと、あわや9ボールを舐めそうになりましたがギリギリかわしてきました。おっと、これはどうしたんでしょうか。今ポケットミスが出てしまいました。そうですね、初めてまあイージーミス出ましたよね。本当にこの試合初めてと言っていいようなイージーミスですね。まあそのこと自体すごいことなんですけれどもやはりやってはいけなかった。
これはさすがの田中プロも悔いが残るようで表情を変えています。このミスは痛いですよね。レイズにつかせないいいペースで来てたんですけれども、あーっとレイズはここでミスが出た。しかし3番イージーには残しません。まあさすがのレイズも取り出しの遠い球はね、ミスしますよね。そうですね。しかしこれはまあこのバンクは難しくないですから、はい、攻めます。これはサイドポケットに行くんですか。そうですね、ネクストもしやすいですから、はい、まあこれがゲームボールでしょうね。これを決めれば、この、はい、このマスのね、これを決めれば、はい、このラックは取れると。そうです。イージーミスをした後だけに慎重になりますが、ああちょっと短い、ああしかもスクラッチ、これはいけない、痛恨のミスが出ました。珍しいミスですね。まあ、バンクをミスするのは仕方ないとして、スクラッチは、はい、もう厚みが全然違いましたね。やはりさっきのミスが尾を引いてるんでしょうかね。ひとたび壺に入ってしまいますと人間なかなか立て直せませんから、らしからのミスが2つ続きましたね。どこかで切り替えてほしい。もうこのマスは失ったと思って、もうダメでしょう、もう前向きに次の番をイメージして待った方が良さそうですね。これはレイズにチャンスを与えてしまいました。まあ、今の3ボールと今のバンクはね、はい、お客さんも、いつもの田中君とは違うなと思って、相手がやはりレイズだからかと、そうですね、そういうまあ感覚で見てるでしょう、はい、検討していたんですがここでミスが出てしまってゲームを落としそうです。久しぶりにレイズがゲームを取りました。8対5です。まあこれでね、心理状態が、まあ、レイズとしては、はい、難なくこなしてたけども、やはり甘いなと、あ、こういう感覚を持たすと、やはりまだ球を伸ばしますよね。そうですね。ミスは出るのはしょうがないんですが、2つ続けるのは致命的と言えそうですね。そろそろ仕上げに入ってくるかもしれません、レイズ。第14ゲーム。いや素晴らしい。ブレイクが弱点とは全く言えません。3つボールが飛び込んでいます。最初のボールは青い2番、ね、これはもう全く問題なく、まあ、もう4から5のポジション。ただレイズとしては気に入ってないようで首を振って、いえ問題ないと思いますね、はい。しっかりつく音がするんですが、手玉の動きは最小限のいいところまで、引かず、はい、押さず、横に軽く流す程度という、素晴らしいテクニック。時々渋い表情をするんですが、彼としては1センチ違うとかそういった感じで嫌な思いをしてるんでしょうね。普通の人なら何の問題もなくという。ただボディアクションも今出ましたし、相当気合入ってきました。まあ、このゲーム勝ってもまだまだ決勝トーナメント2回戦、準々決勝、準決勝、決勝と4試合強豪ばかりですからね、はい、タイムスケジュールとの戦いも厳しいですし、相手も当然強くなっていきますから、レイズも無駄な体力使うことなく早く勝ちたいかもしれません。ショットごとに突き方を微妙に変えてきます。そしてナインボール、なんというスピードでブレイクランアウトするんでしょう。決めました。2ゲーム連取して9対5、あと2ゲームでレイズは勝利を収めることになります。逆転するとなると、もう本当に田中プロはレイズにつかせないぐらいの気迫でいかないと、あとチャンス遅れても1回、はい、2回やるかですね。そうですね、はい、9対5、レイズはあと2ゲームと迫って、もうこのままつかせずに取り切ろうというところでしょうか。お、微妙に気にしています。我々にはわからないんですが、微妙に変えてるんでしょうね、多分ね、はい、同じ場所から割るから
打者が少しへっこんでるんですよね。そのポジションからドボールが少しジャンプしますから、そこを避けてると思います。なるほど、はい、トッププロだとそういうことやるんですね。まあ、その微調整が決まったのか、ブレークがまた素晴らしく割れて、また3つですか、ポケットされてますね。この配置は3番のところがちょっと難しいんでしょうか。通ってれば問題ないんでしょうけどね。はい、ナインボールにほぼくっつける形で手玉を止めて、もし6番がなくても結構いやらしい配置なんですが、ここは勝負どころですね。まあ、考えてるところを見たら通ってないんでしょうかね。いや、通ってなければあんな温めしないと思うんですが、やはりここは間合いを取りますね。通ってないんですよね。3番を入れるためには6番が邪魔してしまう、はい、ですからやっぱコンビネーションを狙ってますね。コンビで6番を、6番を狙ってますね。そのコーナーに狙うわけですね。おーっと決まった、うまいですね。今のは、まあ、コンビネーションで3番が6番に薄く当たらなくてはならない、非常に注文の難しいショットだったと思うんですが、コンビネーションの薄みを考えながら手玉を殺して次の3番のネクストをすると、もう大変テクニックのショットなんですけども、難なく決めてきましたね、はい、最大の難しいところを簡単に克服して、あとは取り切るだけという配置になっています。細かいコントロール、いろんなテクニックを見せてくれます。このナインボールを入れれば勝利に王手をかけることになります。エフレン・レイズしっかり入れて10対5となりました。ついにエフレン・レイズ勝利まであと1ゲームと迫ってきました。王手をかけました、ね、さすがですね、さすがですね、さすがです。貫禄勝ちといったそんなゲームでしたけれども、さあ果たして田中プロもう一回番が回るのか、あるいはレイズはこのままランアウトでサクッと決勝トーナメント2回戦進出を決めるのか、これが最後のゲームになるのか。第16ゲームを迎えました。注目のブレーク、しっかり2番がコーナーに飛び込んでいます。さあこの3番が1番を隠してしまった、ここですね。そうですね、まあこれでもう一度は使わせてもらえるでしょう、はい、田中プロもこれはシュートアウトを当然選ぶと思うんですが、ただレイズのシュートアウトは、まあ、憎いところに出してきますから、そこかパスショーか、大変悩ましいところを出してくるでしょう、これはもう入れるなら入れと、はい、これはもう挑戦的なシュートアウトですね。取り切ってみろと、いやもう余裕と言いますか。しかしこれはもう行かざるを得ませんし、はい、これも競ってる時はこんなシュートアウトは絶対つかないですよね、もう余裕としか言いようがありませんね。やっぱり入れられて次のね、こなざられる可能性があるんですから、はい、まあ、ダブルスコアで10対5、はい、このスコアでこそのシュートアウト、はい、これはもう田中プロはプライドにかけて入れなくてはなりません。そうです、入れないと一生舐められかねませんからね。しかし難しいです。おー入れた、ここはもう意地で入れましたね。舐められてなるものかと笑ってますよね。ちょっとやりすぎたかなという感じでしょうか。しかしこういうところでまた若手を育ててるところもあるんでしょうね。どうでしょうかね。しかしまあ本当にまあ珍しいようなシュートアウト、 F にしてはね、まあ、一遍ぐらいチャンスをやろうかと、いうような感じです、そうでしょうかね。いや、憎いシュートアウトでしたね。しかし入れた田中プロは本当に立派だと思いますね。
まあ、人によってはカチンと来ておかしくなったりとか逆にプレッシャーで潰れてしまったりするところですが、もう平常心で見事に1番入れて、これは取り切るチャンスを迎えました。まあ、先ほど2回連続ミスをしたショックを待ってる間に切り替えたようですね。5番の次はサイドポケット際にあります6番。たくさんボールを走らせて戻してきました。これはいいチャンスもらいましたね。そうですね。もう開き直りなんでしょうかね。いいプレーが続いています。開き直って、まあ、あとはもうマス割りマス割るマス割る続ける手以外ないですね、はい、もう一度相手に渡すともうおそらく終わりですから、まあ、当然ミスをしてはならないというすごいプレッシャーがかかっていると思うんですが、完全に開き直っていつものプレーを心がけています。1番はサイドへゆっくりと入れました。そして9ボール。最後のチャンスをもらった田中プロ、第16ゲームを取って10対6としています。ここから何ゲーム取れるか楽しみになってきました。最後のチャンスをもらった田中プロ、第16ゲームを取って10対6としています。よく入るテーブルですから、はい、まだ全くチャンスがないとは言えませんから、はい、まあ、普段ならね4つ5つマス割り続けるのは常にやってることですから、可能性がないとはね、はい、言えないですよね。テーブルにつかせなければレイズでも勝てません。そうですそうです。今回も素晴らしいブレイクだったんですが、手玉が挟まれてしまった。2番が最初のボールになるんですが、その前には6番が立ちはだかっていますね。そうですね。ここでシュートアウト、苦しい展開。そうですよね。向こうはあと1点ですからね、はい、先ほどみたいなシュートアウトはできないですからね。そうですね。2番が実に浮いてますからね、どこに出しても入れることができそうですよね。もう遠い難しい角度でしょう。もうそれ以外ありませんね。あ、これは隠れたんじゃないでしょうか。2番との間に5番が入っているように見えるんですが、パスするでしょうし、もっとポケットに近ければよかったんでしょうが、しね、隠れてますね。自分が作ったシュートアウト隠してしまいました。このボールは正念場と言えそうです。このシュートアウトはね、少し失敗でしょうね、はい、もうプランの失敗と、はい、少しまあ薄く見せとくべしのポジションだったんでしょう、はい、と思います。これは反対側の短いクッションからワンクッションで当ててくるんでしょうか。当てて、これはポケットを狙ったんでしょうか。んー、コース的には向かっていったんですが、穴前残った。もうあれしかなかったんでしょうね、シュートアウトが命取りになったかもしれません。手玉がサイドポケットの角に当たっているんですけれども、少し隠れてるんですかね。ロクが邪魔してるかもしれませんね。直接はいけないみたいな、ね、はい、そうですね。少し球を縦気味にしてますので、お、クッションからおやってきますね。しかしポケットできなくてもすごいセーフティーを作ってきます。素晴らしい。頭をかいてますが、もうセーフティー、いや、間から見えてるかもしれませんね。ネクストの3番がね、はい、反対の方にありますから、言えるだけじゃ難しい球を残すことになりますね。これはギリギリ間を通せるんですね。そうなんですよ。カーブして入れるにはスピードが上げられないですから、はい、ここはやはりエクステーションを使ってきました。時間を延長してのプレー。球を縦気味にしてゆっ
くりとカーブさせるんでしょうか。あー、なかなか構えられませんね。ちょっと方法を変えましたかね。あ、そうですか。入れには行ってないんでしょう。セーフティーですか。いえ、バンク行ったんですよね。もう積極的に攻めていったんですけれども、逆に状況をレイズによくしてしまいました。これでレイズに決められたでしょうね、はい、もうちょっとミスする要素はなくなりましたかね。最後のゲームチャンスをつかみかけたんですけれども、もうつかせてもらえないでしょう、はい。今のも7番当てずにうまくかわしていますね。少し弱かったんですよね。もっと5番に近づけて、そうなんです、はい、ですから、押し玉で、はい、タンクッションからワンクッションで、おー、うまいですね。6番の後反対側のタンクションにくっついている7番になります。おー、これは引いて2クッション入れて、あー、完璧ですね。何でもできるエフレン・レイズ、ね、もう完全に形になってしまいました、はい、さすが昨年の覇者エフレン・レイズ、2連覇に向けてゆっくりと歩みを進めているようです。まだまだ青いというところでしょうね。ゲームボール、はい、コーナーに入れました。田中プロ検討したんですけれども、終わってみれば11対6、エフレン・レイズが決勝トーナメント2回戦に駒を進めています。さあ、この試合ご覧になっていかがでした。そうですね、まあ、もう少し、田中検討すると思ったんですけども、やはり、はい、まだまだレイズの前では子供青いといった感じですよね、それに引っかえやっぱりレイズはつけばつくほど球が出てくる、はいはい、もう球一つ取っても素晴らしいし、その総合的な組み立て、メンタル面、何を取ってもケチをつけるとかありませんですね。そうですね、磯本さんはどのように。そうですね、今年田中プロがスタート優勝でプロデビューを飾って、それから、まあ、最後にこういう大きな会場で大きな大会で、まあ、レイズとできたっていうんで、来年以降非常に楽しみだと思うんですよね、はい、この経験をどう生かすのかっていうのはすごく楽しみだと思いますね。ぜひこれをバネに、そうですね、一回り強くなってまた来年帰ってきてもらいたいと思いますね、はい、それでは選手のインタビューをお聞きください。ポイントは when I win the game because he missed the three ball, he got like he missed three ball and he made scratch on that、scratch and then made scratch and then the last one I'm starting but you know the three ball that's the key and only that the break when he get a lot of top shot I think he's a good player maybe he's become a good professional player